カポックは、アオイカセイバ族の落葉鉱木。学名セーベペンタンドラ。パンヤ、パンヤの木。カポックもパンヤも、本来は、繊維のことである。どうかの別種木はタボンバックスセーベと、しばしば混同され、インドワタの木と呼ばれたり、ヨシエダバナがパンヤと訳されたりするが、これらは本来は、木ワタのことである。アメリカ・アフリカ原産。アメリカや、 東南アジアなどで栽培されている。カポックの実から取れる繊維は、糸に加工するには不向きで、燃えやすいという難点がある一方で、発水性に優れ軽量である。枕などの詰め物やソフトボールの芯として使われている。ほか、第二次世界大戦頃までは、救命胴衣や、救難用の浮き輪にも利用されていた。今でも、協定業界や、海上自衛隊では、 救命同意のことをカポックと呼んでいる。近年、このセミが油を大量に吸収することが発見され、油吸収剤として使用されるようになったほか、農薬、化学肥料を使わず、また、樹木を切り倒す、必要のないなどのことから、地球に優しいエコロジー素材としても関心が高まっている。ありがとうございます。